こんにちは、新田幸香です。インスタに恋愛相談はありますかっていう質問を投げたところ、たくさんの相談をいただいたので、今日はドラコイのことに関する質問もたくさんいただいたので、それも一緒に恋愛相談答えていきたいと思います。脈なしです。え、脈なしじゃない？かわいい。自分でこう発信してきたことは今までなかったから、すごいドキドキするんやけど、ゆるーく答えていきたいと思います。好きな人に LINE したいけど勇気が出ません。自分から行動できる派ですか？私は無意識なんかもしれんけど、勇気が必要な相手にトライしたことがないのかもしれないけど、自分から行動できないタイプ。恋愛とか好きな人になると自分からいけないタイプだから、でこの質問してくれたこと同じ。次、どこからが浮気？自分が今お付き合いしてる人じゃない人に気持ちが傾いたらかな。その人のことの方がよく頭で考えちゃってるとかから浮気というか、なんかそうなのかなって思う。なんかそういう気持ちがあるから、まあ中だったりいろいろ行動に至っちゃうのかなとかって思う。行動で厳密にどこからとかは分からんけど、2人でご飯とかって言ったら全然、なんかその人に対してさ、気持ちがあるとかじゃなかったら全然異性と2人でご飯行くのとか、私は全然 OK だなって思います。次、彼氏から飽きられないようにずっと付き合い続けるにはどうしたらいいですか？でも素敵なことやと思う。彼氏からさ、飽きられないように自分磨きをずっと続けるとかすごい素敵なことやと思うけど、いずれは自分の素を見せて、その素を相手もいいと思ってくれる、そんなペアが一番自然体でいられてハッピーな関係なのかなって思うから、理想は飽きられないようにじゃなくて、いつまでもその人の前で元気な自分でいたいとか、そういう前向きな気持ちならすごいいいなって思う。次、友達としてしか見られない性格なのですが、どうやって恋愛対象にされるか聞きたいです。あ、でもおる気がする。特に男の子とかに多い気がする。めっちゃいいやつねんけどなーみたいな、でも恋愛じゃないんよなーみたいなのをかもしれん。私の予想やけど、こう友達にしか見られない人って多分みんなの結構人気者で、だから自分の意思を特定の人にアピールしたりとかする機会がきっとないんじゃないかなって思うから、いい意味で自分はこう思うっていうことを積極的に伝えられたらいいのかなって思います。どういうところで出会いありますか？合コンとかって行かれます？行ったことなくて、でも行ってみたい。クラブとか合コンとか未知の世界だから、私はまだ怖いのかなとかっていうイメージが強かったけど、海外の人とかってそういうの楽しむために行くみたいなイメージ、映画の見過ぎかなのイメージがあるから、女の子の友達と一緒に安全なところとかに行ってみたいっていうのは思っとるけど、でもやっぱりそういう出会いって少し不安になる気がするから、大学生だったら文化祭とか、学生じゃなかったら友達のお家のホームパーティーとか、友達の友達とよく会うとか、あとはなんやろね、イベントものによく参加するとかかな。彼氏の作り方教えてください。高校1年生です。もう1年半いません。高校で青春したいです。ピン、かわいい。え、まず人を好きになることじゃない？あー、なんかさ、でも高校生の時によくある流れは、気になる人と LINE しばらくやっとって、だん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 いい感じになったら、次電話になって、こう寝落ち電話とかして、でそれを続けるようになって、次遊ぶようになって、どっちかが告白して付き合うみたいなのがこう多かった気がする。絶対ちゃんとピチピチの高校生の友達に聞いた方がいい気がする。彼女がいる人を好きになってしまったらどうすべき？あれ、彼氏彼女おったら好きになるべきじゃないって思うけど、自分の方が絶対に幸せにできるってこう客観的に思えたら、まだ結婚されてない相手だったらアタックするのありじゃないかなって思うけどな。どうだろうな。付き合ってもいつも浮気されちゃいます。一
チーズに愛されるにはどうしたらいいでしょうか。私の勝手な独断的偏見だけど、私がよく聞くそういう女の子はすごいいい子すぎちゃって、自分の生活を全て相手に全部さらけ出しちゃって、自分の好きをなくしすぎちゃってるのが相手にある意味安心させすぎちゃうというか、それでこう男の人の本能でそうなっちゃうんじゃないかなって思う。こうある程度の距離感が大事ってことやと思う。多分ね、 LINE はずっと続くんだけど、なかなか遊びの誘いは OK してくれないのは脈なしなのかな。脈なしです。え、脈なしじゃない？ごめん、この日直前にこういう予定があってとか、3回ぐらいトライしてごめんこの日はって言われただけで、でもこの日は空いてるよっていうことを言ってくれなかったら脈はないんじゃないかな。その相手もこの人とどっか遊びに行きたいなって思っとったら、その子も多分提案してくれる気がする。7年ぶりに再会した人と明日急遽電話します。当時好きだったことをこの機会に伝えようと思うの。可愛いんだけど、え、すごい変だね。え、どういうこと？電話しようよって言ってなったってこと？暇あったら明日電話せんみたいな。電話を事前にさ、なんか約束してる感じがすごい可愛い。いいんじゃない？だって当時の話だったら、今言うのも恥ずかしいけどさ、伝えて、え、そうだったの？って相手がどう思ってようが、ちょっとプチ盛り上がりをすると思うから、なんか伝えてみて、結果気になる。こんな私のでいいの？思ったリクエストが、さちかさんの恋バナが聞きたいです。さっちゃんの恋バナが聞きたい。でここからは私の話がちょっと多くなっちゃうけど、まず元彼何人ですか？元彼は2人です。高校1年生の時に3年半お付き合いしてた人と、大学1年生の時に1年ちょっとお付き合いしてた人の2人です。好きな人にどうアプローチする？さっき言ったように行動できないタイプやけど、やっぱり好きな人とか意識してる人にはその人の話を聞こうってよく思うからか、ちゃんと目も見るし、目をよく見るっていうのはあるかも。女性の浮気と男性の浮気について教えてください。私の感想的には、いやでも女性も男性も気持ちがこう相手に行っちゃったら浮気だと思うけど、男性の場合きっとその人に気持ちがなくてもそういう行為をしちゃったりっていうのがあるけど、女性の場合は多分気持ちがないとそういう行為できない人が多い気がする。うん、だから女性の場合はそういう行為をしてなくても浮気的な気持ちを持っちゃってる時もあると思うな。彼氏からもらって嬉しいプレゼントは何ですか？彼氏が考えてくれたものなら何でも嬉しいと思う。美容とかはさ、高校生とかだとなんかこれが流行っててとかこういうのがあってっていうのをもらったらすごいありがとうってなると思うんだけど、大学生とか大人の女性だとある程度もう美容用品とかは揃ってるから、あ、きっといろいろ考えてくれたんだろうなって分かるもの。例えばお花をあげるにしても、このお花はこういう意味があってこだわってなくてもいいけど、普段そういうことしない人だったらなおさらそういうのをこういう時に限ってはちゃんと調べてて、こういうお花はこういう意味があって、この君に似合うと思ったんだよじゃないけど言い方わからんよ、言い方お任せするけど、そういう感じでこう考えてくれとったんやって思ったりすると、意外と女の子ってこういう臭いことだったりとか漫画チックなこと、漫画の世界でしか起こらんようなことをこうされると、意外と女の子きっと単純な気がする。私は単純だからキュンももらえるんじゃないかなって。相手のことを考えたプレゼントが一番いいかな。男性に外せない条件はありますか？まず誠実な人がいい。まあ、気が合うとかそういうところ、自分の生活自己管理できる自立してる人、あとは気の許せる人にはわがままになってしまうから、それでも喧嘩したとしてもなんかそうかそうかって言ってくれるような包容力がある人がいいかな。でもいつも言っとるのは、タイプで言ったら好きになった人がタイプっていうずるいセリフをドラコイでも言いました。さちかちゃんは受験生の時恋愛してましたか？私はそのさっき言ってたお付き合いしてた2人のうちの1人の人が3年半続いたんやけど、高校1年生の時に付き合ってから大学受験の浪人の時も1年間その人と付き合ってたから、その時もずっと支えてもらってて、だから受験期高校3年の時も浪人してた時も恋愛してました。ドラ恋の質問がいくつか来てて、多かったのがキスシーンの後気まずくならないんですかっていうのが多くて、私はキスシーンっていうのを演技経験が初めてだからしたことなかったし、比べるものがないけれど、きっと
トラ恋のキスシーンって多分ちょっと特殊で、気持ちを作り上げる瞬間みたいなのがあって、でその流れのままキスシーンを経るから、その後もなんかすごいカップルがキスした後にハハハって笑うような瞬間、和やかな空気感がそのまま流れてる感じやから、こうはいキスシーン終わりました、バーン出寸みたいな感じで、ちょっと気まずいとかじゃなくて、キスシーン終わって照れくさい感じ、気まずいじゃなくて照れくさい感じでした。次、キスで気持ちは変わるんですかね。私はもう頭で考えるとね、お互い、私もお芝居お仕事として、向こうもお芝居お仕事として、その上で気持ちを作り上げたりして、まあ恋人の関係の台本だったらそういう感じでキスシーンをするしみたいな感じだから、こうそういう風に考えると気持ちは変わらないって思うけど、でもやっぱり人間やし、その中でね芽生える感情も本当やと思うから、一緒に頑張って過ごして、そういう期間の中で芽生えた愛しいって気持ちだったり、まあ、そういういろんな気持ちは本当やと思うから、なんかそこは変わらんと思うけど、そのキスシーンを経たから付き合いたいとかそういう思いができるんじゃなくて、その過程があるから、過程を踏まえてのキスシーンがあれば気持ちは変わるのかもしれない。ただのキスシーンだったら変わんないと思う。ということで、恋愛相談恥ずかしかったけどどうだったでしょうか。たくさんいただいてそれを全部答えなかったんですけど、答えきれなくてごめんなさい。最後まで見てくれてありがとうございます。今日も少しでもいいと思ったらいいねと、そしてたくさんのコメント、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。